ダービーマッチ日本のダービーマッチ、道のくダービー道のくダービーとは、日本プロサッカーリーグに加盟するベガルタ仙台と、モンテリオ山形が対戦する試合の故障である。1989年の東北社会人、サッカーリーグチャレンジマッチで、仙台の前身の東北電力サッカー部と山形の、前身の山形日本電機が対戦したのが、初対戦である、ジャパンフットボールリーグ。 J2 時代での対戦を経て、J1 での初対戦を前にした2010年7月8日、山寺五島美術館で開催された、道の区ダービー2010共同記者会見において、両クラブの対戦の故障を、道の区ダービーに制定することが発表された。なお、東北ダービーの名称で報じるマスメディアもあり、完全に名称が統一されているわけではない。 2000年から2008年2010年の仙台のホームゲームでは山形のフィールドプレイヤーがファーストユニフォームのストッキングを青から白に変えて着用していた。これはセカンドユニフォームが全身黄色で仙台ファーストユニフォームのシャツと同系色となる上通常のファーストユニフォームも仙台ファーストユニフォームのパンツ及びストッキングと同系色となるためである。 なお2011年から仙台ファーストユニフォームのストッキングがシャツと同系色になったため同年の仙台のホームゲームでは山形のフィールドプレイヤーは通常の青ストッキングを着用した2015年の対戦時は仙台ホームでは山形のフィールドプレイヤーが全身赤のセカンドユニフォームを着用し山形ホームでは山形ファーストユニフォームが全身青である関係上 仙台のフィールドプレイヤーは、ファーストユニフォームのシャツストッキングにセカンドユニフォームの白パンツを着用した。2008年6月15日に行われた一戦では、この前日に発生した岩手、宮城内陸地震の犠牲者を痛み、両、チームとも無償をつけて戦った。2011年8月27日に行われた一戦では、一部の仙台サポーターが山形に対する不適切なコールと、 横断幕の掲出を行った。なお、仙台が代表取締役社長名で、クラブの公式サイトにおいて、謝罪のコメントを出した。東北電力、ブランメル仙台ベガルタ仙台、19勝15分18敗、山形日本電機、NEC 山形、モンテリオ山形モンテリオ山形、18勝15分19敗、東北リーグ JFL、編集東北電力、ブランメル仙台、 3勝3分8敗山形日本、電気、NEC 山形、モンテリオ山形、8勝3分3敗 J リーグ、編集ベガルタ仙台、16勝14分7敗、モンテリオ山形、7勝14分16敗、東北リーグ JFL 時期、編集東北電力、ブランメル仙台、1勝1分3敗山形日本、電気、NEC 山形、3勝1分1敗、 J リーグ参入後、編集ベガルタ仙台、一生0分1敗、モンテリオ山形、一生0分1敗、プロ野球オールスターゲームのパブリックビューイングに続いて、道の区ダービーのパブリックビューイングも行われた、スカパー、J リーグ中継の企画として開催、ありがとうございます。